平将門史跡巡り平将門の堂塚に行ってきました。平将門の首は京都へ送られ、数々の伝説を残して現在は東京の大手町の首塚にあるとされる。しかし将門の胴体は戦没地とされる場所からそれほど遠くない場所に埋められているとされる。それが延命院にある堂塚である。延命院の創建については不明な点もあるが、将門がこの地を支配した時期には伽藍が建てられたという。そしてそこに弟の正頼ら首なき胴体を運んできて埋めたという伝承になっている。延命院の三号は門山であるが、それは将門の身体を埋めた場所だから名がついたという説がある。だが実際にはこの付近一帯は相馬御国として伊勢間のみや越水された荘園であることから神田とされたと思われる。また伊勢間のみやゆかりの土地であったために墳墓は荒らされずに残されたとも言われる。現在堂塚は古墳として文化財指定を受けており、また塚の上から生えた茅の木は天然記念物となっている。そして東京にある将門塚首塚保存会より贈られた南無阿弥陀仏の刻まれた石塔婆が立っている。ご視聴ありがとうございました。よかったら高評価&チャンネル登録もよろしくお願いいたします。